はい、SFE 貿易の小谷です。最近ですね、結構問い合わせの多い、内容について、ご説明させていただきます。日系企業でですね、まあ、上海に現地の工場を持ってます。そういうふうな工場がですね、自社の工場で生産したものに関しては、自社の貿易権というか、まあ、工場の貿易権によって、輸出して、まあ、日本を送ることができます。でもそのような企業さんがですね、自社の工場以外ローカルメーカー等で、仕入れた商品を、日本へ輸出したいとなった時に、結構どうしようかなって問題になるんですね。で、まあ、それも先ほども言いました通り、自社の工場で作った商品に関しては輸出することはできます。独自の企業はね。でも、それ以外の工場で、生産したものに関しては、輸出することが難しくなるんですね。そういう場合はどうしたらいいか。まあ、できない。まあ、計算上はできないですね。で、そういう場合どうしたらいいかということで、弊社に相談来ます。まあ、弊社はですね、まあ、そういうふうなサポートを特にやっておりますね。中国のローカルメーカーさんで作った商品を、日本へ送るというサービスをやっております。で、まあ、最近、まあ、何件かあった話なんですけども、自社コンテナ、自社のね、実際、上海の工場で毎月定期便でコンテナ出してるんですね。で、その中にその商品を入れて輸出してもらえないかという話が来てます。時々ね。で、そういう場合どうしたらいいのかっていうのは、結局ですね、工場で作った商品は、自社の、まあ、輸出入権でできますけども、もう一つの、他の中国のローカル系の工場で作った商品を輸出しようと思えば、工場の輸出入権で輸出できませんから、別にですね、その手続きというか、書類を作成しなければなりません。まあ、コンサイミでですね、荷物を入れてやることができるんですね。そういう場合、どういうふうにするかという話を説明します。ここにこれね、今言ったコンテナあります。で、A、これは日本日系独資ですね。日系の独資企業。まあ、この企業の荷物と、これは B、ローカル企業。ローカル企業の荷物があります。で、A と B の荷物ね、を、これ、コンサイで入れたいと。このコンテナの中にね。まあ、定期便出してるから、まあ、A の荷物っていうのは、まあ、こんだけ、ここに A の荷物が入りました。ね。で、あとはここに余ってるスペースを使って、B の工場で仕入れた荷物を入れたいと。こういうパターンですね。で、それを、上海で、通関、関をして、で、日本に届けたいと。結構ね、これってニーズあるんですね。はい。こういうふうな、貿易っていうのは、まあ、コンテナね、特にまあ物流の値段、物流費用にね、貿易のトータルコストというのは支配されますから、こういうパターンでできる限り、同じコンテナにも詰めてできる限り、安く日本を送りたいと、日本の会社を送りたいと、日本の倉庫へね、日本の会社を送りたいという話があるんですね。荷物を送りたいと。で、こういう場合どうしたらいいかというのは、一つはこれはA の荷物に関しては、まあ、日系独資のこの貿易権ですね。は、ここの、外貨確証単というところです。Y-Fui 風車単というね、外貨確証単で、通関すればいいです。あと、B のローカルメーカーに対しては、これは、自社でできないときは、外貿、
の外貿行使の大価格商単を利用して、通関すればいいです。ということは、B の荷物に対する BL 一つ発行です。で、A の荷物に対する BL、要は2つの BL、2つの通関の書類を作成して、海外へ輸出することができるんですね。こういう流れです。A、B ってね。流れ的にはこういう風になりますね。だから、まあ、この部分というのは、独資企業の各商単ですね。で、通関することが可能です。で、あと、B の企業に、B の企業、ローカル企業からの荷物っていうのは、例えば、このローカル企業、貿易権持ってない工場で、まあ、同じコンセナ混載しようと思ったら、まあ外貿行使のようなところで、大価格商単を、まあ、発行してもらってそれで出せばいいと、まあ、こういうふうな作業を今弊社がやっております。実はこういう部分っていうのは結構ニーズあるんですね。本当にコンテナ一つのコンテナに自社の荷物と要は他社で作った荷物を混載してで、まあ、他社って自分のところ買うね自社内、社内混載ですけども、することによって、輸出することによって、荷物の効率化、輸送コストの効率化っていうのが可能です。まあ、確かに BL2 枚台のやつは2つの通貨になりますけども、まあ、コンテナの運搬費用という部分のね、ドレージ費用とかそういうものは安くなります。はい、一つの方法としてはこういうふうな方法というのもできますんで、皆さん知っていたら貿易のコスト削減の一つの方法となります。はい、以上です。